自分のニコ生で本当のことを言ったら出禁にするよと、赤坂歩けないようにしてやるぞというふうに脅されたので、もう別に出禁でもいいですよというふうに言ったらですね、本当にテレビ局出禁になっちゃった。DaiGoが言ってるのが、テレビ屋さんの上から目線が嫌だということなんですよ。自分が言ったことの適当な使いやすい部分っていうのを切ったり貼ったりして、でそれでこの流されたらとてもやっていけないということなんですね。それだと俺の商品価値下がっちゃうじゃんと。テレビで言ってるようなことを本当で言ってると思われたら、DaiGoの商品価値が下がるからテレビには出ないって話なんですね。メンタリストDaiGoのですね、民放出禁ということがあったんでですね、ちょっとメンタリストDaiGoの民放出禁面白かったんですね。カジサックの番組でですね、テレビで勝手に発言を編集されたというのでですね、自分のニコ生で本当のことを言ったら出禁にするよと、赤坂歩けないようにしてやるぞというふうに脅されたので、もう別に出禁でもいいですよというふうに言ったらですね、本当にテレビ局出禁になっちゃったというのが報道されました。これ面白いのはですね、DaiGoが言ってるのが、テレビ屋さんの上から目線が嫌だってことなんですよ。そうなんですよね。テレビ屋さんってね、当たりがね、すごい腰低いんですけども、すごい上から目線で、最終的にその、編集してやるから、まあ、こちら側がどういうふうに使うのか、こちら側の料理次第だっていうね、なんかやっぱね、そういう目線で見てるんですよね。で、ああいうのがですね、報道されると、DaiGoは別に最近テレビに出れないから、悔し紛れにそんなこと言ってるんだって言ってる人もいるんですけども、全くね、逆でですね、テレビ、出てる有名人含めて、まあ、いわゆる音楽系のアーティストですね。サザンとかそういうところを除けば、日本で一番稼いでる芸能人だと思うんですね。だから、テレビに出るっていうことがもうすでに貧乏臭くなってきたっていうことかな。テレビに出る人って、雨上がり決死隊の今回のその騒動でわかる通り、世間のことをずっと気にしなきゃいけなくて、で何かあったら一瞬で干されて、ね、なんか自分で謝ることもできなくてっていうような状況になんか追われちゃうんですけども、自分のメディア、YouTube でもニコ生でも何でもいいんですけど、持ってる人っていうのは、昔で言うと作家みたいなもんですよ。昔で言うと作家っていうのは出版社から本が出てるから、自分の食いぶちっていうのは自分で開拓できたんですよね。で、YouTube とかニコ生っていうのはそれよりもはるかに強くて、作家はまだ出版社に出してもらわなきゃダメなんですけども、そうじゃなくて自分で本当に何を話しても大丈夫というところがあるじゃないですか。で、それで直に稼げるのでですね、もうDaiGoは全然テレビ局が怖くないというかですね、逆に出たらメリットがない。これメリットがないというのはどういう意味かっていうと、DaiGoは YouTube やニコ生で話した限りは自分で自由に話せるんですよ。で、好きなこと話せるから自分で話してることに責任が取れる。いわゆる宮崎駿の映画みたいなもんですね。ところがですね、もしテレビ局がですね、宮崎駿の映画を好きにカットしたらどうなるのか。例えば、金曜ロードショーが、もののけ姫、何 ?2 時間以上あるの？じゃあうちが60分で適当に切ってオンエアするよって言ったら宮崎駿激怒して、もう金曜ロードショーで、なんか俺の作品やるなって言いますよね。DaiGoが言ってるのはまさにそれなんですよ。自分が言ったことの適当な使いやすい部分っていうのを切ったり貼ったりして、で、それでこの流されたらとてもやっていけないということなんですね。それだと俺の商品価値下がっちゃうじゃんと。テレビで言ってるようなことを本当で言ってると思われたら、DaiGoの商品価値が下がるからテレビには出ないっていう話なんですね。僕みたいに一応両方に足かけてる人間にとってはものすごいわかりやすい話なんですけども、メディアでしか見ない人というのかな。テレビとかそのネットとかでしか情報を集めてなかったら、ちょっとね、そこら辺がわかりにくいんですよね。で、そもそもなんでこれを宮崎駿の例で出したのかっていうと、昔宮崎駿のアニメっていうのは海外で売るときに勝手にカットされてたんですよね。で、風の谷のナウシカなんて、まあ重要な部分が何箇所もカットされた挙句ですね、全体をですね、5% は早回しだったかな。それで発売されてですね、でそれを宮崎駿は知ってというかですね、最初知らなかったんですよ。宮崎駿は海外で出たビデオパッケージっていうのをもらってなかったから知らなかったんですけどもですね、フォーレン・スミスというですね、昔僕の知り合いの外人がいてですね、日本のアニメとか漫画を海外、アメリカに紹介するやつだったんですけども、そいつがですね、その風の谷のナウシカがすごく好きなのに、あまりに英語版がひどいということを一生懸命鈴木敏夫に言ってたんですね。説明してたんですけども、鈴木さんはそれを宮崎駿に聞かれると、もう海外に売るのはやめるというふうに言われるので、ずーっと宮崎駿に伏せてたんです。で、僕はそこら辺の事情を知らずに、アニメージュグランプリの時にですね、僕らも呼ばれて行って、、でその時宮崎さんもいたので挨拶して、いや宮崎さん海外版なんかひどいことになってますよというので、トーレン・スミスの話をそのまましたら宮崎駿が立ち上がってですね、鈴木敏夫に詰め寄ってですね、怒鳴り出して俺はもう帰るっていう事件があったですね。俺ものすごい鈴木さんに怒られたんですけれどもですね、で言わんとすることはわかるが場所をわきまえろって言われてですね、いやその通りだと。でも僕も宮崎駿の性格を知らなかったから、まさかあの場で怒鳴り出して帰るって言うとは思わなかったのでですね、まあまあまあそういうことがあるのでですね、そのクリエイターっていうのは自分の発言がカットされたりですね、順番変えられたりすると全く意味が違ってくるってことはすごい敏感なんですね。多分、DaiGoもメンタリストDaiGoということでテレビに出始めるときは、所詮俺はテレビに出ている人間なので小道具の一部みたいなもんだから、編集勝手に使われる、編集されて勝手に発言使われるのもしょうがないっていう、絶対ね、その諦めがあったと思うんですよ。ところがその YouTube やニコ生で自分の発言が全部そのまんま掲載されて作品になるっていう快感をしてしまったので、まあ、快感というか作品性が分かってしまったので、もう多分テレビに出ることがすごい難しくなってるだろうなというふうに思います。だから今こう結構テレビに出る人っていうのは、逆に言えばテレビにしか出られない人か、もしくはそういうテレビの特性を知ってて、それでも俺はメリットがあるというふうにあえて思ってる人だというふうになんかこう思うんで、そこら辺のね、ギャップが面白かったのが、このメンタリストDaiGoの出禁事件ですね。